ボボーオフィン。ボーオフィンは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級の一隻。1944年8月22日、沖縄からの学童疎開船、津島丸を撃沈した潜水艦である。艦名は、アメリカ東部に生息する、淡水魚防ン、アミアカルバニッチナム。ボーフィンは1942年7月23日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。12月7日に、ジェーン・ガウェイン夫人によって浸水し、艦長ジョセフ・ H ・ウィリングハム少佐、アナポリ1926年組の指揮下、1943年5月1日に収益する。ボーフィンは、ニューロンドンを7月1日に出発し、8月10日に、オーストラリアのブリスベンに到着した。 8月16日、ボーヒンは最初の紹介で南シナ海に向かった。8月19日にダーウィンに寄港し、補給と休息の後8月25日に出港した。ボーヒンは9月2日にミンダナオ海に到着し、同等西部のビヌニミサキに接近して、貨物と9名の人員を擁陸。その後は通常の紹介に戻り、3週間ミンダナオ海で紹介した後、 ビルフィッシュと合流して、連携作戦を取ることとなった。翌日、ボーフィンとビルフィッシュは6隻からナルサ12船団を発見し、ボーフィンは5時間追跡した後、絶好の攻撃位置に着いた。14時20分、ボーフィンはの地点で船団に向けて、魚雷を6本発射し、旋回した後管理発射管から魚雷4本をタンカーに向けて発射した。最初の発射した魚雷のうちの二本が、 応急タンカー、霧島丸、国際汽船、8267トンに命中した。他の船からの射撃により、ボーフィンは観測を続けることはできなかった。1時間後、潜望鏡深度に戻して観測すると、霧島丸が炎上しながら、船尾を下にして沈没していくところが見えた。その日の遅く、ボーフィンの乗組員は、遠方からの爆発音を聞き、これは、 ビルフィッシュが左中に船団の残りを追いかけて攻撃している音だと推測した。この時点で、ドーフィンとビルフィッシュは二隻一万二千トンの戦果を上げたと判断され、全力を上げて左中に船団を追いかけたものの、暗闇に紛れて去っていった。翌朝、ドーフィンはレーダーを持つ航空機を逆探知し攻撃を避けるため先行した。二日後、 ボーフィンは1400トンクラスの三島型貨物船を発見。約3時間にわたって追跡し、攻撃位置について、魚雷を3本発射。しかし、1本は目標の手前で止まり、他の2本は途中で消えてしまった。9月30日、ボーフィンは、ミンダナオカエを航行中、100名ほどの日本兵が乗った発動機船を発見。四インチ砲で射撃すると、相手も、 機関銃で反撃してきた。ボーフィン側は20ミリ機銃を戦闘に加えさせ、猛攻の末発動機戦を撃沈した。またこの日、ボーフィンは、シキホル島に立ち寄って、貨物と輸送物、金品、九名の人員を擁陸した。10月2日、マカスサル海峡を南下していたボーフィンは、バリクパパン沖でスクーナーを発見。ボーフィンは臨権の意図を持って、 威嚇射撃を2発発射したが、相手が応じなかったため最終的には撃沈した。10月10日、ボーフィンは57日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。潜水隊司令は、ボーフィンの行動を称賛し、ウィリングハムは昇進して、艦を去った。公認艦長には、ワルター・トーマス・グリフィス、アナポリス1934年組がついた。11月1日、 ボーフィンは2回目の紹介で、ビルフィッシュと共に、南シナ海に向かった。11月8日、ボーフィンは5隻のスクーナーを発見し、4インチ砲で、射撃。3隻を撃沈したところで、日本の紹介機が接近してきたので先行し、2隻は、この間に逃げ去った。ボーフィンは夜になって浮上し、航行を再開した。直後、大型の小船を発見し、4インチ砲弾2発を、 命中ささせせてて撃沈。二日後にも度々近海で2隻の小型船を発見し、砲撃し砲炎上させた。南シナ海に入って暴風雨に見舞われたものの、ボーフィンはインドシナ半島沿岸部に接近していった。11月26日朝、ボーフィンはカムラン湾沖で輸送船団を発見。不意に囲まれた形となったが、相手との衝突は避けられた。 四時四十五分、ローフィンは体制を立て直して、安波丸、日本製鉄、五千四百七トンに魚雷を二本、命中させて撃沈。ついで陸軍タンカー、小倉山丸、三井船舶、五千六十九トンに魚雷を一本、命中させ、小倉山丸は、前線美の海と化して降沈した。数時間後、ローフンはの地点で、貨物船、ファンフォーレンホーフェン、VN バランホブン、 691トンを撃沈した。この貨物船は1941年の普通院新中の際に日本がビシーフランスから脱出した船舶であった。11月28日未明、ボーフィンはのインドシナ半島バレラミ沖で南下してくる340船団を発見。ボーフィンはビリフィッシュを呼び寄せた後小型火客船に魚雷を1本発射し、 ついで4時10分に心差し土20、大阪商船、5428トンと、捕鯨母船改造タンカート南丸、日本水産、9866トンに向けて、魚雷を発射、魚雷の命中を受けた、ド南丸は炎上しながら沈没した。心差し土20も、急激に三元に傾いて2分で沈没した。戦団中の他船は威嚇射撃を行い、 魚雷を2本発射された船舶が反撃で、ボーフィンに少なからぬ損傷を与えた。ボーフィンは火が昇ってから浮上し、修理を行ったが、完全な修復とはならなかったので、紹介を切り上げて、オーストラリアに戻ることとなった。その途中の12月2日、ボーフィンは日本マストのヨットを発見。クリフィス曰く、日本に押収された農園主のヨットだろう。 ボーフィンは即座に射撃して、このヨットを撃沈した。12月9日、ボーフィンは39日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。出迎えたクリスティは、ボーフィンの根治紹介を、すべての潜水艦紹介の中で、最も古典的なものと評価した。1944年1月8日、ボーフィンは3回目の紹介で、マカッサル海峡方面に向かった。 この紹介では、機雷不説の任務も与えられていた。ジャワ海、バンダ海、フローレス海をめぐり、1月16日には、砲撃により小船を撃沈した。翌日、ローヒンワの地点で、貨物船と2隻の護衛艦を発見。最初の攻撃は、魚雷がまともに進まず命中しなかった。2度目の攻撃で魚雷を4本発射し、3本は命中しなかったものの1本は、 松ゆうマル、松岡汽船、4408トンに命中。さらにもう2本の魚雷を発射し、松ゆうマルに止めを刺した。ボーフィンは他に護衛艦の一隻に魚雷を2本命中させたと判断したが、いずれにせよ沈みはしなかった。ボーフィンは一旦ダーウィンに戻り、クリスティによって魚雷の見分が行われた後再出撃。ボーフィンは小型貨物船に対して、 魚雷を3本発射し、グリフィスは、魚雷は命中して目標は沈没した主張。しかし、戦後の調査ではこの戦果は認定されなかった。1月28日朝、ボーフィンはのマカスサル近海で水上規模艦新意を発見し、夕方頃に射程距離に入るまで追跡した。ボーフィンは新意に向けて、魚雷を6本発射したが、魚雷はすべてそれて命中しなかった。 ボーフィンは急旋回し、魚雷を発射。二本が命中し、真意は炎上したが沈没する気配は、なかった。ボーフィンが止めを刺すべく行動すると、真意は砲や機関銃で反撃してきた。ボーフィンは、反撃をかわして20分後に3度目の攻撃を行い、二本が命中。真意からの反撃が激しくなってきたので、ボーフィンは先行した。浮上すると、真意の姿はそこにはなかった。 翌日、ボーフィンは、ボルネオ島南東部の沿岸に嫌いを付せし、1月30日には、スクーナーの集団を発見、4インチ砲で粉砕した。2月5日、ボーフィンは28日の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。2月28日、ボーフィンは4回目の紹介で、セレブス海方面に向かった。3月10日、ボーフィンは2、3隻の護衛艦を伴った4隻の、 輸送船団を発見。魚雷を6本発射したが、そのうちの4本が途中で爆発してしまった。上空の哨戒機が制圧してきたので、ボーフィンは深く先行することを余儀なくされ、残り2本の魚雷の行方を観測することはできなかった。護衛艦は、爆雷攻撃を行い、ボーフィンを激しく揺さぶったものの、ボーフィン自体に損傷はなかった。爆雷攻撃が止んでから浮上すると、 抵抗されている貨物船を発見。防菌は輸送船団に再度の攻撃をかけたが、反撃を食らって再び先行。翌11日に再度、損傷した貨物船を攻撃。護衛艦の反撃で一旦下がったものの、再度接近して魚雷を4本発射。の地点で単船になっていた下船丸、川崎汽船4673トンを撃沈した。 ボーフィンは日没後に先の輸送船団を追跡し、魚雷を発射したものの命中しなかった。ボーフィンは3月15日にダーウィンに寄港して補給を受け、3日後に再出撃。3月18日には小輸送船団を発見し、魚雷を6本発射したものの目標の下を通過したか、その他の理由により命中しなかった。無意味な爆雷攻撃の後に、 再度の攻撃で魚雷を4本発射したが、結局無駄に終わった。3月24日、深夜、ボーフィンはのみんの島、を、地下、三崎沖で、H22 戦団を発見し、ベンカヘシャゲ丸、日本優先、5399トンに対して、魚雷を発射し、2本が命中した、ベンカヘシャゲ丸は2分で沈没していった。ボーフィンは次の獲物として、新丸、 朝鮮優先、2672トンも撃沈。さらに戦火拡大を狙ったが、巨雷を使い切ったためこれ以上の攻撃は断念した。4月1日、ボーフィンは33日間の行動を終えて、ダーウィンに帰島。艦長が、ジョン・ H ・コーブス、アナポリス1930年組に変わった。4月24日、ボーフィンは5回目の紹介で、パラオ方面に向かった。 5月14日、ボーフィンはのパラを北北,北西190キロ地点で3隻の護衛艦に囲まれた2隻の貨物船からなる輸送船団を発見。この時、この輸送船団にはアスプロが張り付いていた。5時54分、ボーフィンは船団中のミヤママ丸日本優船4667トンに対して魚雷を発射。アスプロも魚雷を発射した。 どちらの魚雷かは定かではないが、宮間丸は戦尾に魚雷が命中し、8時47分に沈没した。ボィンはミッドウェイ島に向かう途中、短期間ながら救助配備任務に就いた。6月21日、ボィンは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。ボィンのこの紹介は、ボィンの全紹介の中で、最も期間の長かった紹介として記録され、 7月16日、ボーフィンは6回目の紹介で南西諸島方面に向かった。8月9日まではどんな目標にも遭遇しなかったが、その8月9日に南大東島に向かう4隻の船を発見。ボーフィンは4隻が経流した直後に魚雷を6本発射、基本船西洋丸、不祥と報告丸、不祥を撃沈した。その他の魚雷は、 その爆発でバスを海中に吹き飛ばしたかのように見え、別の魚雷は岸壁に命中して爆発した。8月19日には、沖縄東北西で609戦団に接触し、浮上攻撃を試みたものの逃げられた。この609戦団の顔ぶれは、津島丸、日本郵船、6754トン、和浦丸、三菱船、6804トン、行空丸、打歩船、 6854トンと、宝冠宇治、駆逐関連、梅であった。609船団は、第62師団を沖縄に輸送し、梅以外の5隻は名も103船団として2日後の8月21日18時35分に、那覇を出港した。津島丸には、児童787人を含む、疎開する民間人1484人が乗船した。この前後、品は、 久米島北方海域を浮上して紹介していた。8月22日4時10分、ボーフィンはレーダーで5つの目標を探知し、やがて目標は輸送船団、ナモ103船団であることを指認した。ナモ103船団は、紹介機2機の護衛がついており、ボーフィンは、紹介機を避けるべく先行。観察を続けると、ジャミングを行っていることがわかり、ボーフィンは、 重要船団と判断。コーブス艦長は夜間攻撃を指示した。10時34分に浮上し、再びレーダーでナモ103船団との程よい距離を保ち、消火機が攻撃のために接近しないのを不審に思いながら追跡を続けた。日没前後、ボーフィンは、諏訪瀬島近海にナモ103船団が近づいた時に攻撃すべく、 全速でナモ103戦断を追い越して待ち伏せることとなった。20時53分、防ンは左玄前方に津波瀬島、右玄前方に悪石島、後方に平島を排する地点に到着。鉱物艦長は戦闘配置を礼し、やがて2列重陣で航行中のナモ103戦断を確認。鉱物艦長は、まず艦手発射艦からの魚雷で、 暴品に近い三つの目標、津島丸、行空丸、連を倒し、急旋回した後管理発射艦からの魚雷で、残りの目標、ワウラ丸、ウジを倒す計画を立てた。22時9分、暴品は浮上のまま監視発射艦から魚雷を発射。魚雷はすべて狙った目標に命中したように思え、津島丸には4番目と5番目の魚雷が命中したと考えられた。品は、 予定通り急旋回し、完備発射艦から魚雷を発射。この魚雷は、宇治を粉砕したと考えられた。某品は、魚雷の次発装填のため西方に移動した。ナモ103戦艦の型に視線を移すと、津島丸は、船尾から沈んでいくのが見えた。22時21分、某品は、津島丸の沈没を確認し、ボイラーの爆発音と思われる、重い音を聴取した。 ボーフィンは、この攻撃で津島丸を含む4隻を撃沈、破壊したものと考えていた。8月28日、ボーフィンはの地点で漁船を発見し、4インチ砲で炎上させた。9月4日に、もの地点で海上トラックを発見し、砲撃で破壊した。両方の戦闘において、止めとして最後に残っていた魚雷を、それぞれ3本と4本発射したが、これは無駄打ちに終わった。 ボーフィンは、きっミッドウェイ島に寄港した。9月13日、ボーフィンは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。西海岸に開港されて9月21日に、サンフランシスコに到着。メアアイランド海軍造船所で、オーバーホールに入った。また、艦長が、アレクサンダー・ケイタ・イリー、アナポリス1936年組に変わった。オーバーホールを終えたボーフィンは、 12月16日に、真珠湾に向かった。1945年1月25日、ボーフィンは7回目の紹介で、トレパン・ポンフレット・スターレット・パイパーとウルフパック、マックス・モップス・マック、エース・マップスを組んで、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、この方面にある特設監視体群を蹴散らして、来るべき、硫黄島の戦いを支援する。 第58任務部隊や B-29 などへの手助けをする任務が与えられていた。2月17日、ボーフィンは2隻の対戦艦艇に対して攻撃し、第56号解剖艦を撃沈した。第56号解剖艦と共に行動していた他の艦艇が爆雷攻撃を行い、ボーフィンは26発もの爆雷を投下されたが無だった。ボーフィンは対戦攻撃から逃れた後、 3月2日にの地点で、特設監視艇超海丸、青塚にすけ、136トンを、新型のマーク27型魚雷で撃沈した。3月19日には、九州沖航空船の援護で、四国の南15マイルの地点に配備され、撃墜された TEBF アベンジャーのパイロットといてを救助した。3月25日、ゴーフィンは56日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。 4月23日、ボーフィンは8回目の紹介で、日本近海に向かった。本州と北海道の中間海域で紹介した、ボーフィンは5月1日の地点で輸送船長は丸、日東汽船2719トンに魚雷を2本命中させて撃沈した。1週間後の5月8日、ボーフィンは、都度が先東大沖で、第3大東丸、東方水産。 887トンを撃沈。この後も紹介するも、目標は見つけられなかった。5月15日、ボーフィンは23日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。回収を受けた。また、訓練中に墜落した海兵隊機のパイロットを救助した。5月29日、ボーフィンは9回目の紹介で、バーニー作戦に参加して、日本海に向かった。 このバーニー作戦は、この時点の日本に残されたほぼ唯一の重要航路に打撃を与えるものであり、津島海峡の機雷源突破と日本海を悠然と航行する日本船は、目標の減少に嘆いていた潜水艦部隊にとっては絶好のスリルでありえものであった。この作戦には9隻の潜水艦が投入され、ヘルキャッツヘルキャッツと命名された。各潜水艦は3軍に分けられ、 シードックの RT ハイデマン、アナポリス192年組が総司令となった。ボーキンは、フライングフィッシュティの佐と共にウルフパック、リッサーズボブキャッツリサーボブキャッツを組み、第一陣、ハイデマンズヘップキャッツハイトマン、S、ヘップキャッツが5月27日に出撃してから48時間後に、出港し、津島海峡に進出した。リレー式に、 津島海峡を突破したシードッグ以下の潜水艦は3軍それぞれの担当海域に向かい、6月9日日の出時の攻撃開始を待った。リッサーズ・ボブキャッツは朝鮮半島東岸に進出した。6月11日、ボーフィンは元山沖で第三神洋丸対抗商船1899トンを発見し、魚雷を4本発射して命中させて撃沈した。 二日後の六月十三日には、江南沖で民浦丸、大東商船、八百八十七トンを撃沈した。ボー暴ムは、両艦と共に、六月二十四日夜に、宗谷海峡西側に到着。六月十九日に、富山湾で撃ち取られた、ボーンフィッシュ以外の、シードッグ以下の各潜水艦は、翌二十五日正午に、ノームの中を二列従陣。 不条高校で海峡を通過し、オホーツク海に入った。7月4日のアメリカ独立記念日、ボーフィンは37日間の行動を終えて、真珠湾に帰した。この後、ボーフィンは8月上旬に10回目の紹介の準備のため、マリアナ諸島に進出すべく、真珠湾を出港したが、途中で日本の幸福を迎えたため反転して、真珠湾に戻った。 8月29日に新珠湾を離れて東海岸へ向かい、9月21日にニューヨーク州のに到着した。ボーキンは大西洋艦隊に所属したが、1947年2月12日に退役した。この後、朝鮮戦争勃発により1951年7月27日に最終駅。死運転の後太平洋方面に開港された。 10月6日にサンディエゴに到着し、以後2年にわたってサンディエゴを拠点として訓練に従事した。1953年の朝鮮戦争休戦の後、潜水艦の需要が少なくなることから、ボーフィンは10月8日にサンフランシスコに到着し、2度目の不活性化オーバーホールを受けて、1954年4月22日にメアアイランドで2度目の退役となった。 ボーフィンは1960年1月10日に再び収益し、パファーに代わってシアトルで海軍第13艦区の予備役訓練艦として使われた。1971年12月1日に退役し、除籍された後、真珠湾に開港された。ボーフィンは第二次世界大戦の先行で海軍主君部隊賞と8個の従軍聖賞を受賞した。また、ボーフィンは ビシーフランスの商船一隻を含む15隻の商船と海防艦一隻合計で68,032トンの船を沈めた。ボーフィンは1981年以降第二次世界大戦時のアメリカ潜水艦の象徴の一隻として新珠湾のボーフィンサブマリンミュージアムパークで保存されている。1986年に アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。防ンサブマリンミュージアムパークには、屋内部門では、アメリカ潜水艦の歴史や装備品、写真、バトルフラッグなどのほか、第二次世界大戦で創出した52隻のアメリカ潜水艦を忍ぶコーナーが設けられている。屋外部門では、防ンの他にパーチーの司令塔の実物や回転、アメリカ潜水艦が使用した魚雷の数々、 ポセイドンミサイル、レギュラスミサイルの実物などを展示している。ボーフィンサブマリンミュージアムパークはアリゾナ記念館の近くにある。アリゾナ記念館を訪れたついでに、ほんの少しだけ足を伸ばして、ボーフィンに足を運ぶ観光客も多い。なお、ボーフィンの現在の装備品のうち、20ミリ機銃の照準機と弾装は欠落している。また、 津島海峡突破に威力を発揮した FM ソナーは残されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。